マルキースイエマルキースイエとは、オランダ原産のレトリーバー、及び愛玩用犬種である。別名は、ホランセ・チュルポンド。17から18世紀頃の絵画に描かれている、貴族の愛玩犬を復活させた、復刻版犬種である。その愛玩犬はもともと、レトリーバーとして使われていたスパニエル犬種であったが、美しさを貴族に変われ、 ーステータスまだ危険として使われるようになったものである。より優美な犬にするためにファーレーヌやグレディン、スパニエルなどが一種交配され、養子の洗練も活発に行われた。この改良によりこの犬の人気は上昇し、オランダの上流階級で飼育が大流行した。犬は主人と同じような食事を与えられ、非常に大切にされた。この犬は、 実際にはいつ頃誕生したかわかっていないが、愛玩犬として優雅な暮らしを送っていた時代よりも、作業犬として、レトリーバーを担っていた時代の方が長かったと言われている。愛玩犬としての流星は長くは続かず、他の犬種に人気を奪われると、次第にとって変わられ、衰退していった。そして、その犬は18世紀以降になると存在が、 確認されることがなくなり、絶滅認定が行われてしまった。そして時が流れ1978年になると、その犬の良さが見直され、現代に生ける得らせるための再生プロジェクトが発足した。再生活動は苦難を乗り越えて、順調に進み、1985年には早くも、容姿が固定されて、現在のマルキース家が誕生し、 オランダのケネルクラブへ公認された。まだ不シには公認されていないが、原産国オランダやヨーロッパ各国で高い人気を得ている。日本ではジャパンケネルクラブで公認されていないため、国内登録等数はカウントされていないが、個人輸入でヨーロッパから入手する愛好家もいる。用紙の固定はすでに済んでいるため、対抗、体重のステータスが完全に定まれば、 不思議に公認される可能性が高い。美しい容姿を持つスパニエル犬種である。スパニエル犬種の愛好家の中には、マルキース家が最も美しいスパニエルであると称賛する人も数多いと言われている。凛とした顔つきで細身足が長く、耳は垂れ耳、尾はサーベル型の垂れを。耳と尾には飾り毛がある。コートは、 ツヤがあり少しウェーブがかったロングコートで毛色はジェットブラックのみ。ただし胸などにホワイトのパッチが入ることは容認されている。体高41センチメートル以下、体重10キログラム以下の中型犬であるが、このサイズステータスには加減がないため、現在適切な体高銃の設定が検討されている最中である。今は、 暫定的にこの上限の値が適切な対抗銃として示されているが、今後変更される可能性もある。性格は、恋抜きと政権期では全く異なる。これがマルキースイエーにとってエレガントな容姿以外の最大の特徴であり、癖でもある。子犬の時は、ヤンキー、政権になると、レディという例えが行われるほど性格が変容する。恋抜きまでは、 非常にやんちゃで落ち着きがなく、飼育も大変であるが、性犬期になるとそれが打って変わり、上品で非常に落ち着いた、冷静な性格となる。性格が変化するときは個体によって若干ばらつきがあり、ごく稀に生まれたときから、性犬期の性格を持っているという、大人びた子犬も存在する。ちなみに、その逆も存在するらしいが、その犬は、 犬質の向上のために繁殖に使うことが禁じられる。性格の変化は、ある日、突然、前触れなく訪れる。性嫌気の性格となってしまえば、とても飼育がしやすい霊状のような犬となる。現在この、癖のことを考慮せずに飼育する無責任な飼い主による、飼育放棄が問題となっており、この、癖を取り除くための改良が進められている。 しかし、愛好家の中にはこの、癖を取り除くべきではないとして、断固反対する人もいるため、作業は難航していると言われている。方針的には、癖を取り除く方向で、選択繁殖が進められているが、今後それが完全に取り去られるか、若干残されるかは不明である。運動量や、有効性は普通で、恋抜きのやんちゃぶりを除けば、飼育は、 あまり難しくない。ありがとうございます。